最初からある程度組んだ時にやっぱりおのとあのチキのねコンビネーションはかなり良かったというか、チキは一瞬のタイミングで相手のうちにちょっと飛び出したりね、壁パスしたりとかってそういうのを持ってたんですけど、なかなかそれに合わせてこうダイレクトで出せるやつがいなかったんですけど、チキ自身もシンジだったらいいタイミング出したら出てくるっていうのがね、あの分かって、でチキ自身もこう蘇ってきたというか生き生きとしだしたと思いますけどね、シンジと一緒にやることによっていい形は随分作れたと思いますけどね。キーパーの目は一回見ましたけど、まあ抜くぞみたいな格好もして逆打ったんで、まあ、そのフェイントが良かったのかなと思いますけど。最初からある程度組んだ時にやっぱりおのとあのチキのねコンビネーションはかなり良かったというか、チキは一瞬のタイミングで相手のうちにちょっと飛び出したりね、壁パスしたりとかってそういうのを持ってたんですけど、なかなかそれに合わせてこうダイレクトで出せるやつがいなかったんですけど、チキ自身もシンジだったらいいタイミング出したら出てくるっていうのがね、あの分かって、でチキ自身もこう蘇ってきたというか生き生きとしだしたと思いますけどね、シンジと一緒にやることによっていい形は随分作れたと思いますけどね。キーパーの目は一回見ましたけど、まあ抜くぞみたいな格好もして逆打ったんで、まあ、そのフェイントが良かったのかなと思いますけど。